皆さんこんばんは、マリノスケです。お昼にバーベキューに行ってきました。その日の、夜ご飯を作っているところです。よかったら見てみてください。人参切ってますね。いつものようにひじきを作っています。ひじき自体家族に人気なメニューでもあるんですけど、私自身も作るのも簡単で、保存も効いて、冷凍もできてお弁当にも使えるんで、よくひじきを作っています。で、具を結構ね、大きめに切って食べ応えのあるひじきにするのが好きです。で、その奥で豆もやしを茹でています。これナムルにします。ナムルの味付けは塩コショウと鶏ガラとごま油を入れました。で、だし醤油とお水ひじきに入れました。だし醤油の作り方とニンニク醤油の作り方、リクエストをね、たくさんね、ごめんなさい、いただいてて、まだなんですよ、ごめんなさい。近日中にアップする予定でございます。もう少々お待ちください、すいません。で、チルドの豆を入れました。で、奥では豆、もやしを、なんていうんですか、揚げています。で、お湯がもったいないんで、同じお湯で、ささみを茹でています。これささみ、この日の晩ご飯じゃないんですけど、もう、お湯がもったいないと、なと、ついでなんで、ささみを茹でときました。で、ひじきを一煮立ちさせて。あとでみりんも入れたんですかね。いつもの作り方と一緒です、ひじきは。で、次、ガーリックライスを作っていくんですけども、この舞茸を刻んでいます。そうそうそう、こうやって刻むんですけど、ガーリックライスに、舞茸を入れるのがすごい好きで、すごいいい香りが出るんですよ。まあ、舞茸もし苦手じゃなければ、ぜひ、やってみてください。これすごい美味しいです。家族にも大変好評で、なんかなんやろ、なんで、そうそうそう、ほんでね、焼肉で、中途半端にお肉が余ったんですよ。それを、こうやって、その日か次の日に、だいたいこうやってガーリックスライスにすることが多くて、めっちゃ噛んでる、ごめんなさい。わかりますかね、噛んでて。で、お肉をオリーブオイルで炒めていきます。炒めて。あれ？炒めへんのかい？あー、なるほど。はい、フライパンが温まったんで、お肉を炒めています。そして、塩コショウします。パパッとね。で、その中に、舞茸をザザーっと入れるんですけども。これね、ガーリックライスの時に、作る時に、オイルに油をのね、香りを、移すと思うんですけど、もう私は、そんなことせずに、ニンニク醤油でさっと味付けします。今ね、バター入れました。で、ご飯入れて、で、塩コショウします。そうそう。塩コショウ。今んとこ塩コショウとバター入ってますね。で、ここ、ニンニク醤油を入れました。で、下から上、下から上という感じで、よく混ぜていきました。うっすらね、茶色になったら出来上がり。でもね、しっかり味付けしたい場合は、ニンニク醤油を、まあ、私は一周入れたんですけど、二、三周ぐらい回しかけてもいいと思います。こんな感じでどうでしょうか。ガーリックライスが出来上がりました。もう簡単。これで終わり。ね、焼肉行った日って家族分のお肉はないなって、でも中途半端に余ってるなって、でも買い足すんもなっていう時に、こういうガーリックライスを作ったりしてるんですけども、でね、次の日用に茹だったささみをこうやって手でほぐしておきました。で、ガラスのタッパーに入れて、保存しておきました。これでね、次の日の晩ご飯は少し楽できるかなと思います。こんな感じでもうパパパッと晩ご飯をね作りました。まあ、バーベキューでね、結構ね、体疲れ切ってるんで、こんな感じでね、パッと済ませました。はい。で、作っておいた、浅漬けや、もずく酢もあったんで、晩ご飯に出しました。で、これの次の日に、茹でておいたささみ使って、バンバンジーを作りました。はい。こんな感じでしょうか。ほんでね、バーベキューとか焼肉とか外食とか行った日、必ず翌日、ふるさと青汁飲んでるんですけど、これ、主人の手です。三女抱っこしすぎたのと、仕事で、ダブルで腕、腱鞘炎になったらしいです。手首。なので、サポーター巻いてはるんですけど、まあ、その話は置いといて。そう、このふるさと青汁、もともとはね、提供でいただいたんですけど、だいぶ前に。これがね、もう、すごい、よかって、また、概要欄ですかね、リンク貼っておくんで、よかったら見てほしいんですけども、
すごいんですよ。原材料を見ても結構添加物とかね、いろいろね、あのフルーツ系の青汁とかいろいろあるんですけど、結構ね、いろいろね、入ってる、余計なもん入ってるなーって感じてたんですけど、この青汁がね、もう足束とか、あの菊とかねとか、大麦若葉とかしか入ってなくって、皆さんね、青汁すごい人気やと思うんですけど、もし青汁、飲もうかなって検討中の方は、こちらの青汁がおすすめです。はい。この足束、桑の葉、大麦若葉っていう、この3つが入ってるんですけども、農薬、化学肥料に頼らずね、こちら栽培されてるようで、なんかあの箱の後ろに栽培してくれた春おばあちゃんとかおじいちゃんが乗ってるんですけど、はい、ありがとうございます。そして、こちら計算したんですけども、1杯あたり86円でね、緑茶みたいな味なんですよ。で、主人も気に入ってて、飲みやすいなって言ってて。で、子供たちにも飲ましてるんですけど、学校の水筒とかにもたまにこうやって入れるんですけど、何ですか？青汁って最初に言ったら子供はなんか抵抗あるんちゃうかなと思って、私最初に緑茶やでって言って渡したんですよ。そしたらもう全然普通にじゃんじゃん飲んでたんで、もう今となってはね、青汁ってもう分かってはるんですけど、全然飲んでて、あ、よかったと思ったんですけど、この足束にね、カルコンっていう栄養があるんですけど、これがねすごいんですよ。ビタミン、ミネラル20種類以上にもなるね、栄養が入ってるんですけども、このカルコンね、セロリのね何倍かな、結構すごいですよ。ほんで、このカルコンがじゃあどういった効果っていうかっていうと、血糖値の減少効果と、肥満の抑制効果が認められた栄養なんですね。なので、ちょっとダイエットをしたいなとか、ちょっと肥満気味なんか困るなとかいう、そういうね、あのちょっとふくよかな方にも大変おすすめです。私は特にあの便秘になりやすいんですよ、油断したら。でもこちら、ごぼうのね何倍にもなる食物繊維が入ってて、で今これ映像で映ってるんですけど、あのちょっと便秘やなとか思ったら、こうやってあの豆乳と、まあ、豆乳ちょっと途中でなくなったんで牛乳も足してるんですけど、バナナと、ほんでこの大麦、大麦、そうそうそう、ふるさと青汁、大麦若葉とかが入ってるこちらを2袋入れて、こうやってあのミックスジュースを作ります。これがね、あの、めっちゃ美味しくて、ぜひね、これね、あの、もし、ふるさと青汁気になった方、あの、バナナジュース作ってみてほしいんですけど、ただのバナナジュースやったらね、ちょっと甘ったるいんですけど、このふるさと青汁を入れることによって、すごいこう、なんかあの、大人も子供も大好きな、バナナジュースになるんで、これめっちゃ気に入っています。もう、お腹ちょっと調子悪いな、とかいう時に、あの、作ります。もう腸内環境が一番大事で、産後のそういえば体型ケア何してますかっていう質問もね多くいただくんですけど、一番私があの重要視してるのが腸内環境です。これがね整ってるだけで本当太りにくい体質になってるなってすごく実感するんですけど、それにもねこれすごいふるさと青汁、助けてもらってます。なので、紹介しようと思いました。よかったらねチェックしてみてください。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。この後おまけあります。最近のお気に入りパジャマ、ニコちゃんパジャマです。あの長女と次女を雑貨屋さん三日月桃子ってご存知ですかね、三日月桃子に連れて行った時に300円で買いました。やったね、ありがとう。バイバイ。